浦島太郎。昔々ある村に浦島太郎という漁師が年老いた母親と二人で暮らしていました。ある日太郎は子供にいじめられていた亀を助けます。すると数日後、亀が、太郎さん、助けてくれたお礼に竜宮城にお連れしましょうとやってきました。太郎は亀の背中に乗って海の底へと向かいます。海の底には大変美しい竜宮城があり、乙姫様が出迎えてくれました。おいしい食事にタイやヒラメの舞踊り、竜宮城で夢のように楽しい日々が続きます。たちまち3年が経ちました。太郎は村に残してきた母親のことが気になり始め、乙姫様に、そろそろ地上に帰りたいのですが、と申し出ました。すると乙姫様は、決して開けてはなりませんよ、と言って太郎に玉手箱を渡します。太郎は亀に乗って地上へ戻ると、母のいる村へ行きました。ところが、村には知り合いが誰もいません。竜宮城にいる間に、地上では、なんと300年が経っていたのです。困った太郎が、開けてはいけないと言われた玉手箱の蓋を開けると、白い煙がもくもく。煙を浴びた太郎は、という間におじいさんになってしまいました。おしまい。